ご紹介をさせていただきます。世界9都市で行っていて、これまで250社以上、サポートしてきていますが、まあ、主に対象となるのは B2B テクノロジースタートアップです。で、このアクセラレータープログラムに参加するために特にフィーはございません。ゼロアップフロントエクイティアスクということで、させていただいております。で、右側に活動の内容、バリュープロポジションがございますけれども、まあ、3ヶ月間の中で、いろんな SAP の B2B ビジネスのノウハウを共有したり、あるいは API 等を通じて SAP の各製品とのインテグレーションを行ったり、で、最終的には、まあ、その、まあ、インテグレートされた製品、ソリューションを持って、SAP のお客様に共同でアプローチをするというプログラムとなっています。パネルディスカッションの中でもあったように、SAP のエコシステムを拡大するための重要な取り組みということで、推進をしております。さあ、お待たせいたしました。では、この後のピッチ、スタートアップピッチに移りたいと思います。まず、東京のスタートアップから今回4社参加しておりますけれども、そちらの紹介を、メンターを務めていただきました。次のスライドお願いします。はい。富田さんから、各社のご紹介お願いできますか？はい。日本語で大丈夫です。大丈夫です。はい、はい、ありがとうございます。SAP の CX ビジネスを代表する富田と申します。改めてよろしくお願いいたします。まあ、ご紹介の前に、ちょうど1年ぐらい前ですかね、サンフランシスコの SAP.io のオフィスで、サンフランシスコのスタートアップの CX 系のスタートアップの企業様15社ぐらい集まっていただいて、イベントを開催しました。で、その時は100社ぐらいの現地で働いている日本企業の方々が来ていただいたんですけれども、今日この参加者の人数を見ていてですね、まあ、100名近いところというところと、日本でこういったことをできる、CX でできるっていうのは非常に嬉しく思ってます。CX っていう言葉そのものっていうのはもう20年前からずっと使われている言葉ですね。で、ただこう、コロナに、COVID の状況ですね、に来て一気にこの CX を見直す時期に今入っていると思ってます。で、お客さんがどんどんものすごいスピードで進化していって、我々 SAP としてはですね、そのお客さんのさらに先、一歩先を常に歩み続ける必要があると思ってます。で、それは SAP のポートフォリオだけではなかなか難しいところがあって、それこそスタートアップの皆さんのとんがったテクノロジー、これとコラボレートしながらお客さんをリードしていくという位置づけであり続けたいというふうに思っています。今回まあ、コンシューマーインダストリーのメンバープラス我々私のところの CX のメンバーとですね、チャットブックさん、ニューラルポケットさん、トゥールデータさん、ボックスさん、それぞれとですね、今 SAP の持っているポートフォリオとどう連携し、どのようなバリューをお客様に届けられるかということをディスカッションしました。今からその4社さんに、まあ、デモという形でプレゼンテーションを行っていただきますので、皆さんと一緒にご一緒できることをぜひ楽しみにしておりますし、お客さんにハッピーを届けられること、これが我々のゴールだと思うので、ぜひ、それをご一緒できることを願っています。はい、私からは以上になります。よろしくお願いします。皆さん、ありがとうございました。はい、では、まず最初にチャットブックの小島さん、聞こえますか？はい、はい、ではよろしくお願いします。 can I share my screen? シェアできますか？ Uh-huh. 大丈夫ですか？見えてます？はい、見えてます。 Okay. Hi, I'm Mike Kojima, CEO of Chatbook, Sales Acceleration Intelligence, and I have been more than 10 years of experience in building IT servicesAnd their most exciting challenges I saw were finding customers, making them to visit our services and eventually register. However, many companies fail to make the most of acquiring customers online. So that's why I founded Chatbook. And so I have good news and bad news. Bad news is that I will be speaking in Japanese afterwards. And good news is that I have slides ready in English. All right, let me get started. さて、はい、ご存知の通り、皆さん、EC は圧倒的に変わりました。その手軽さとか速さ、安さ、密回避、今後も世界的に伸びる市場と認められています。
同じく変わったのはですね、お客さんとのコミュニケーションです。お客さんはオンラインですぐ購入を決定しません。例えばインスタグラムで見て、スマホで調べて、ブルーページを読んで、店舗で見たりと何度か巡回して購入します。企業はお客様とのさまざまな接点からデータを拾って統一された顧客体験を作ることっていうのが求められています。そこで私たちチャットブックの登場です。私たちは複数チャンネルに対応したマーケティングツールです。さまざまな CRM と連携しておりまして、ウェブでも SNS でも集めたデータから自動で、かつパーソナルにお客さんと話して素敵な体験を届きます。私たちのお客さんはですね、フォーチュン100社含む企業に導入されております。ちょうど1時間前ですね、SAP のコンカーさんが弊社の導入を開始したというようなプレスリリースを国内で出しています。お客さんからはコンバージョン率の向上や顧客獲得をより安くできたとか、そういったご好評いただいております。多くのチャットボットがこの左側 のお問い合わせに特化するツールとなっておりまして、彼らに反則してのウェブトラッキングやデータ統合っていう機能はなくってですね、基本的には質問への回答をシンプルに行う形式です。私たちはウェブ SNS のチャンネルに全部に対応しております。で、 CRM、 メメツール、データを全部統合していて、1つで2粒以上も美味しいチャットサービスになっています。チームです。8カ国以上のメンバーが在籍しております。国際色豊かな企業です。私たちのエンジニアは AI を IBM や TSMC で開発してきた経験があります。今回 SAP さんとの連携で目指すのはですね、最初の顧客の接点から最後までのジャーニーにおいてコミュニケーションできる接点を提供することです。一番最初にお手伝いするのがですね、リードジェネレーション。チャットボットでメルマガ登録やアカウント登録に誘導して、コマースクラウドやセールスクラウドにお客さんを促します。次にリードナーチャリングとして、マーケティングクラウドとのそのシナリオ連携や、クワルトリックスでのアンケートを回収するようにできたりします。私たちの強みはですね、顧客プロフィールや行動履歴など、さまざまなデータが入っていることです。未登録なお客さんのデータをデータプラットフォーム上のやつですねにどんどん追加していって、お客さんのステージに合わせた最適な体験を SAP さんが提供できることをサポートします。こちら最初のアーキテクチャなんですけど、多分見た方が早いのでぜひご覧ください。はい、ですね、あなたはスニーカーショップを運営しているとしましょう。そこで EC サイトの中にたくさん商品があるんですけれども、まずは SAP の管理画面のコックピットから自分の商品がちゃんと入っているかっていうのを確認してください。スニーカーショップなのでスニーカーって見て、バンズさんの黒いスニーカーがありましたと。次にチャットブックの管理画面でも来訪者にどんな言葉を話しかけるかあらかじめ作っておきます。こんな感じですね。で、ボットを EC サイトに設置するとお客さんが入ってきました。チャットボットがよくある感じで右下に話しかけます。今話題のスニーカーこうやって閲覧してもらってますね。ただお客さんは見てくれたんですが、購入までには至らなかったようです。こちら数日後何か欲しいと考えていたお客さん、またサイトに訪れます。この機会逃しちゃダメですね。まずボットはこのお客さんを覚えているので、前回来た時に見た商品一部セールになったよっていうふうに伝えてます。お客さんもセールは見逃せないです。そしてこの商品レコメンドのためのクイズっていうのを形いろいろ聞いて、予算とか、あとどういうものが欲しいですか、どんなオケーションで使えますかっていうのを聞いています。で、このレコメンドをお客さんは気に入ってもらったみたいで、ポチッとディテールからレジスターに入っていってもらってますね。で、チャットで氏名を入れて、メールアドレス登録してもらって、パスワードもちゃんとこうやってマスク化されているので安全です。この登録が終わったら商品のコマースサイトへ誘導しておりまして、再びこのようなコックピットに入ります。ちゃんとお客さん登録されているかっていうのをですね、確認してもらうんですけれども、名前がありました。はい。で、こちらにアクティビティデータも入っております。こちらはうちのチャットブック関連ですね。お客さんとの会話の履歴が真ん中に全部入っておりまして、右側の詳細にはいつ来たか、どんな商品を見たかなどのラベルがあって、過去に訪れたページや SNS 情報が載っています。はい。で、この連携で見えるバリューとしましては、リードジェネレーションからフォローアップ、リタゲなど全てのコミュニケーションを統合できています。 SNS やウェブ、 CRM や MA ツールと連携したマネチャンネルの接点が持てております。データを駆使したリアルタイムデータ、機械学習によってスコアリングを提供できております。で、私たちのターゲッティングはすごくクリアでして、小売業、 e コマース、店舗、 B2B でご利用いただいております。
この卸のクライアントさんに先日提案させていただいたんですけれども、結論から言うとコアサイト今回導入しされたばかりですができないんですけれども、 EC サイトのエンドユーザーへのコミュニケーションを補完できる点で興味を持っていただきました。他にも B2B コマースのデジタル化促進したいという思いがあるので、買い手のお客さんがまだデジタルに慣れてない中、手軽に話せるチャットでリードを増やしたいというふうな意見をもらっています。そうですね、3ヶ月SAP アップセンターには今申請中でして、コマースクラウドとの連携は先ほどの通り完了しておりますと、はい、でこの3ヶ月間SAP さんと密なやり取りをして、連携や今後の伸びの可能性を見られて、私もうちのエンジニアもかなり楽しくお仕事させてもらいました。このまま POC 続けて何か形にできればなと思っております。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、では続きまして、ニューラルポケットより松田さんにプレゼンをいただきます。松田さん、聞こえますか？松田さん、聞こえますでしょうか？あ、はい、もしもし、はい、投影お願いできますか？あ、すいません、聞こえております。はい、はい、見えております。お願いします。見えておりますか？はい、はい、よろしくお願いします。じゃあちょっと画面の方投影をさせていただきます。はい、今見えておりますでしょうか？はい、はい、では改めましてニューラルポケットの松田と申します。本日はよろしくお願いいたします。弊社はですね、どういった会社かというところを簡単にご紹介をさせていただいて、今回のプログラムの中でどういったことをやっていくかというところをちょっとご説明をさせていただきます。まず簡単に弊社 の, 取り組み領域なんですけれども、まず弊社こういったここに挙げておりますようないわゆる画像解析という領域についての AI について研究開発と、あとビジネスの開発というところをやらせていただいているような会社でございます。で画像解析の AI の中でも特にですね、ちょっと注力をしている領域といたしましては、こちらに挙げておりますような HAI と呼ばれているものでですね、従来型のクラウドに映像データをどんどん上げていって、大きなサーバー室で解析をするというものではなくて、カメラとかサイネージだとか車だとか、そういったスマートフォンだとか、そういったものの、いわゆる映像を撮ってすぐに解析をしてしまうというような技術に特化をしているような会社でございます。でこちらを利用することによって映像データをクラウドにアップロードしたり保存をしないという特性がございますので、個人情報保護であったりとかプライバシーを守るという観点での優位性と、あとはネットワークコストが非常に安く済むので低コストで導入ができるというような強みを持っております。でこういった技術を用いて AI カメラというものをどんどん街に広げていって、スマートシティをどんどん作っていこうというところが弊社のビジョンとして掲げさせていただいているところでございます。で今回のプログラムではですね、弊社 の, サ, イネあのサービスとしてはこういったものがございますけれども、今回のプログラムでは特にこのサイネージ広告というところについてのソリューションについて、SAP 様のソリューションとの連携をちょっと検討させていただいておりました。こちらのサイネージのサービスとしては、基本的には通常のサイネージ同様に広告を放映をするといった機能に加えて、サイネージの上部にですね、AI のカメラがついておりまして、こちらで例えば視線を検知をしたり、あるいは通行している人数であったりとか、あとその方の属性ですね、性別、年齢だとか、あとファッション、歩くスピードとか、そういった属性情報を取得をするといったようなシステムになっております。で、ちょっとしたデモなんですけれども、視線を検知をするイメージとしては、目の前を通行している方の骨格を検知をして、今その方の顔がサイネージの画面を向いているのかどうかというところを解析をして、向いていれば×だし、向いていれば丸だし、向いていなければ×ということで、かなり厳密に視聴率を測定をするということができるというソリューションになっております。取得できるデータといたしましては、通行人数に加えて、画面を見た人の性別、年齢、あと1人だったのか、それとも集団で歩いておられたのかという情報と、あとファッションスタイルとしてビジネスっぽい服装だったのか、それともカジュアルな服装だったのか、で歩くスピードは速かったか遅かったか、で視聴率はいくらだったか、視聴時間はいくらだったかといったところをデータにして、サイネージを置いていただいた方に、こういったデータをフィードバックをさせていただいているというようなソリューションになります。
で今回ですね、SAP そのソリューションとの連携のイメージとしては、大きくこのようなイメージになっていまして、クアルトリックスというパルスサーベイのツールがございますけれども、そちらの方のデータと弊社のこの AI サイネージで取得をした属性度情報とか統計情報をですね、組み合わせることでより良い意思決定に使っていただくというところを想定をしております。大まかな流れとしては、サイネージで情報を市民の方に、来場者の方にご提供をして、そこでまず AI サイネージとして属性情報を取るというところと、さらにこのサイネージ上でクアルトリックスで作成をしたアンケートサイトへの誘導の QRL など、QR コードなどを表示をすることで、このアンケートデータを取ると。で、その2つを、クアルトリックスないしは SAP アナリティクスクラウドというシステムの中で分析をすることで、より良い効果を上がったり、あるいは施策を打っていくというところにつなげていくと。で、このサイクルをどんどん回していくといったようなコンセプトになっております。で、ちょっとデモ映像といたしましては、ちょっと実際の映像をちょっと見ていただければなと思うんですけれども、まずこちらがですね、店舗内でサイネージを見ているような、ちょっと見てください。すいません。こちらがですね、実際に店舗でサイネージを見ているときのイメージなんですけれども、こういった形で画面を見ていると、この上部についたカメラの方で分析をして、この方が一体どういう性別属性の方だったのかという情報を取得をしているという形になります。で、ここで、ここに加えてさらに先ほどクアルトリックスで表示をして、クアルトリックス作成をした QR コードですね、こちらを読み取ることで、実際のアンケートの回答ページにちょっと遷移をしていただくという形になります。ここでこういった形でですね、いろんなアンケートにお答えをいただいて、まずアンケートとしてこういったデータを集めていくということができます。で、こういったアンケートがですね、何件も集まってくると、クアルトリックスのダッシュボード上でですね、こういった形の、アンケートの回答データのたまりというところが見えてくる形になります。で、ここでですね、いろんな方がいろんなコメントを書いているんですけれども、例えばですね、何か施策を打つという段になったときに、どういった属性の方がどういったコメントを残しているのかというところをまずクアルトリックスで分析をします。例えば今20代女性でさらにブランド A に対してどんなコメントをしてきたかというところを絞り込んでいるんですけれども、それで言うと、こういった方々は見た目が良くない、あるいは可愛くない、見た目が嫌いだといった感じで、非常に外観に対してのコメントが非常に多いというところがこのアンケート上では見えてきているというところです。一方でですね、これを例えば20代ではなくて40代の女性にちょっとアンケートの回答者をの分析対象を絞ると、今度は見た目ではなくてですね、どちらかというと品質が良くないとか壊れやすいとか長持ちしないといったようなアンケートで、どちらかというと見栄えの実用性を重視されているコメントが多いというところでございます。で、ここでですね、回答数を見てみると、20代女性の方がかなり回答数として多くて意見も強いので、どちらかというと何か施策を打つのであれば、まずこの20代女性のこの見た目に対するコメントに対して何か手を打っていくということを、想定をされると思うんですけども、本当にそれが正しいのかというところが結構疑問としてありまして、というのも、こういったアンケートの回答者っていうのは募集団に対して属性の偏りがある可能性がございますので、本当にこの20代の女性に対するコメントに対して答えるべきなのかというところが、必ずしも正しくない場合があるというふうに考えております。そういったところでですね、弊社の AI サイネージの方で取得をした統計情報みたいなものを見て、どちらかというとアンケートに答えた方というか、施設全体の属性情報、どんな方が来ていたのかというところを見てみると、実はそういったアンケートの回答者とは異なる募集団の傾向が見えてくるのではないかというふうに考えております。例えばで言いますと、こちらですと、20代、先ほどは20代の方がアンケートの回答者としては多かったと申し上げていたんですけども、どちらかというと施設全体に来ている人としてはやはり30代以上の方の方が多いというところが、このサイネージの分析結果では見えてくるという形になります。こちらをですね、比較すると、最終的にはですね、
SAP とクアラトリックスだけであれば、こういった形でアンケートの回答者、回答の多い、少ないというところの分析にちょっととどまってしまうんですけれども、AI サイネージの取得データと組み合わせることで、本当に打つべき策は何なのかというところの考える、検討にご利用いただけるかなというふうに考えております。で、今回のこの事例であれば、品質の向上というところが、商品の見た目を向上させることにはより重要であるというところが見えてくるというところでございます。まあ、ちょっとこういったところをですね、いろいろやらせていただいたんですけど、あ、すみません、ちょっとここにロゴが入っていないですが、今回のプログラムの中で、まあ、いろんなことをご検討にご協力をさせて、ご協力いただきましたので、ちょっと引き続き何か具体化できるようなソリューションを作っていきたいなというふうに考えております。はい、ちょっと私からは以上でございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、続いては、トゥルーデータさんになります。米倉さん、聞こえますでしょうか。はい、聞こえます。はい、では画面の共有お願いします。はい。はい。はい、見えております。はい、トゥルーデータの CEO の米倉です。日本最大級の購買ビッグデータを運用し、デジタルマーケティングに活用している会社です。グローバルプラットフォームだけでなく、地域の小さな企業までデジタルマーケティングをすべての企業に届けたい。これが私たちの事業の思いです。今年、消費者を多角的なビッグデータで理解し、お客様へ最大価値を提供していくデータマーケティングの時代に入りました。こうした様々な消費者ビッグデータの結節点が ID ポスになります。私たちはこの ID ポスを中心に様々なクライアントとデータエコシステムを構築し、お客様のデータと掛け合わせて価値を提供しています。トゥルーデータは現在全国6000万人規模の購買情報、年間30億枚のレシートデータをベースに様々なデータ分析技術、マーケティングソリューションをクライアントに提供しています。トゥルーデータの優位性は、スーパー、ドラッグストアといった小売業から ID ポスデータの全量を毎日送信いただき、小売業ごとにバラバラなデータフォーマットを整え、商品マスターも整備して標準化された消費者購買データベースを運用している点にあります。きれいに整えられたマーケティングデータはデータハブを通じて各社のデータマーケティングに活用いただいています。さて、SAP とトゥルーデータのコラボレーションは大きく3方向で整理をしています。短期的には SAP コマースクラウドとトゥルーデータを連携することで OMO の分析を可能にする取り組みです。中長期的には SAP HANA で ID ポスデータを活用して流通在庫を可視化する取り組み、そして小売業のクライアントで True Data と SAP の CDP を連携することでオンライン・オフラインの統合顧客データベースを構築し、カスタマーエンゲージメント向上に活用する、この3つの協業を視野に入れています。今回ファーストステップとしてコマースクラウドに True Data を連携し、 OMO 分析からマーケティング活用への取り組みについてご説明します。トゥルーデータのクラシ360というソリューションを活用します。クラシ360はオフラインの購買データに年収、世帯構成、家、自動車など100以上のデータ項目を掛け合わせ、全国の消費者をクラスターに分けて表現しており、すべての項目において裏付けデータが存在します。使いたいデータだけピックアップし、ペルソナを作成するだけでなく、AI などデータ分析や効果検証が可能です。それでは一般的な企業が抱えているマーケティング課題について説明します。どんなものをどのお客様がいつ買ったのか、これは自社データでわかります。しかし、普段の購買傾向、思考価値観、世帯構成などペルソナを理解できるような外部のマーケティング情報まではわかりません。自社CRM データと外部マーケティングデータをコネクトできれば、よりパワフルなデジタルマーケティングが可能になります。
アーキテクチャはチャートの通りです。もし顧客企業の商品が店頭で売っている一般消費財であれば、商品をマッチングキーにしてトゥルデータとコネクトできます。もし EC 限定商品のような場合でしたら、郵便番号や性別、年代などカスタマーデータをマッチングキーにしてコネクトすることは可能です。次に、実際に両プラットフォームのデータで実現するマーケティングのイメージをご覧いただきましょう。これは化粧品ブランドの EC サイトです。主力商品はプロダクト A であることが分かります。では、このプロダクト A の売り上げを見てみましょう。はい。この折れ線グラフですが、売り上げがどんどん落ちています。手を打ちたいんですけれども、30代の購買が多いということしか分かりません。それで True データを紐付けます。32番、10番の顧客タイプが多いことが分かります。この顧客タイプ別の売り上げを見てみましょう。はい。32番の売り上げは伸びていますが、10番のタイプの売り上げは下がっています。ここに課題があるようです。さて、この10番、32番の通常の購買行動を見てみましょう。これは化粧品にどのぐらい消費をしているか、それから月曜日とか金曜日店舗に行って買い物する傾向が見て取れます。それから化粧品の消費の割合ですけれども、32番よりも10番の方が化粧品を多く買っているという傾向が見て取れます。この化粧品の内訳を見てみます。ヘアケアよりもボディケアやフェイスケアを多く買っているということがわかります。それでは、思考価値観を見てみます。思考価値観ですけども、32番はポイントとか、セーフ、セキュアみたいなところに反応してますが、オレンジが10番です。違うところに反応してます。付加価値とか、オーガニックとか。この、思考価値観の差を見ながら、効果的なデジタルマーケティングを推進していくことが可能になります。このように、コマースクラウドのクライアントの商品情報に True データが連携することで、お客様のペルソナやデータプロファイリングが作成できるようになります。商品の購入プロセスにおいて、お客様のペルソナ別の行動が分かるようになり、有料化しやすいポイントが見えてきます。その商品のターゲット顧客が多いエリアがマップ上に可視化され、新規のお客様を獲得するために最適な広告やプロモーションが可能になり、マーケティング ROI 向上に貢献できます。GoTo マーケットとしては、小売業、消費財メーカーを優先して取り組み、そこから自動車、住宅など全産業へ展開していきたいと考えています。これまでご支援いただいた関係者の皆様に感謝いたします。この3ヶ月間、私たちの協業は大きく前進しました。データマーケティング領域で両者が共に成長し、クライアントへ最大限の貢献をしていくことを確信しております。本日は発表の機会をいただきありがとうございました。米倉さん、お疲れ様でした。ありがとうございました。では東京からは最後になりますが、ボックスの原さんにプレゼンいただきます。原さん、聞こえますか？はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ボックスの原と申します。当社では、ラストマイル物流、それからクイックコマースやプレイストコマースを実現する企業様のためのスマートコンテナというのをご提供しております。当社のアプローチというのは、物やサービスのモビリティをデザインするというアプローチでございまして、これまでの、コンシューマーの、モビリティといいますと、お客様自身が自動車とか交通機関に乗ってお店に行くというものだったと思います。それがこうパンデミックによって、物やサービスが、自分のいる場所に、届けられるという、物に対するモビリティが今求められているというふうに考えておりまして、これまでデリバリーというのはオプションだったという認識から、デリバリーネイティブでの、サービス設計というものは求められていると思っています。ただ、ラストマイル配達に関しては非常に今置き配の盗難だったりとか、不在配達とか、多種多様なこう問題を抱えておりまして、実際にロッカーを使ったり、
街中のパブリックスペースから自宅のロッカー、それから宅内へのスマートロックを使った配達とか、さらにはデリバリーロボット、いろんなアプローチでの取り組みがなされていると思っています。ただいずれも段ボールを使って、使い捨ての段ボールを使ったお客様の配達によって、スケールが不可能だったりとか、サステナブルでないだと、梱包材としてのこう問題が多種多様出てきております。でそこを我々は、コンテナ化するというアプローチで、実際ラストマイルの配達もですね、こういうプラスチックコンテナを使って、お客様の家の玄関前に、置き配をしてもセキュアにお届けできるというものになります。でこれで、非同期かつセキュアで非接触なデリバリーのオペレーションというのを実現します。さらに、事業者さんにとっては、これをトラッキングするというところと倉庫内でのピッキング、それから返品の、リターンというところまで含めて、デジタル化、さらにはスマート化することができます。これまで同じ場所同じ時間で受け渡したところが必要なくなりますし、ロックセキュリティ、それから保険も含めた盗難時の保証も含めた安全性というところを提供します。そして長期3年から5年の計算スパンでいきますと、使い捨ての段ボールと比べると資材コストそのものも約半分程度まで圧縮することが可能になります。我々のビジネスモデルはこちらを月額の有料もしくはトランザクションに応じた回数での課金という形でのコンテナーザーサービスというサービスの体系でございます。DHL さんとか鈴木さんのような B2B 企業間物流というところでのシチュエーションでの活用もいただいているんですけれども、さらにはこれからこうクイックコマースを提供したいというお客様にとって、実際のこう国内での事例といいましましては、住友商事さんと一緒にオンラインでその服薬指導を受けたコンシューマーの方に処方薬をスクーターを使ってお届けするという取り組みをこれからスタートするところでございます。実際に医薬品とか製造品、温度管理が求められるものもあると思うんですけれども、蓄冷剤とその蓄冷剤の保温可能な時間というところを事前に計算した上で、我々のこのコンテナに保冷剤を入れた状態をお届けしますと、きちんと時間以内にお客様に受け取っていただいて、衛生上のリスクっていうのをきちんと管理できているかどうかっていうのをご確認いただく形の配達運用もできたりします。さらには、注文いただいてから配達するのではなく、最初からお客様の利便性が高い場所にマイクロスターを展開するというアプローチで、このコンテナ自体をですね、店舗化するということも実現可能でございます。端的に申しますと、自動販売機のようなものだと思っていただければいいと思うんですけれども、自宅の前とか、より求められるシチュエーションの場所に、あらゆる場所にこうマイクロスターを展開することが可能になります。実際の商品の補充に関しては、人が行ってですね、一個一個の自販機のようにこう補充するんではなく、そもそも次の配達のタイミングでコンテナそのものをスワップ交換して、減っているコンテナに関しては物流センターの方で回収するといった、そういった交換対応によって追加での物流コストというところを発生させる必要がございません。今回 SAP 様の CX のソリューションと組み合わせたデモに関して作成いたしましたので、ご紹介させていただきます。実際コマースクラウド上で商品というのをこのボックスストアコンテナで展開するような紐付けしていただきまして、お客様側でスマホアプリ上で商品の注文購入選択をしていただきます。実際にアプリ上で決済まで注文していただきますと、その注文情報というのが店舗もしくは物流センターに飛ぶという想定でおります。実際にこちら管理画面上でその注文が入ったという情報を確認いただきまして、それをコンテナに梱包していただいて発送するという準備を行っていただき、お客様にそれがお届けされるとアプリで通知が行います。でスマホでここ認証してコンテナの解除をして受け取りをするという記録まで取ることができます。実際にコマースクラウドと API で連携しますと、シンプルにクイックにこういった新しいコマースの体系というところをご提供できます。主にはですね、こういったマイクロストアを展開し新規にしたいと思っているお客様の企業、さらにはエクスプレスデリバリーを提供しようと思っていらっしゃる企業様に対して、このコンテナもしくはマイクロストアのソリューションというのをご提案できればと思っています。さらにはエンドのお客様の購買データというところが、どの商品をいつどこで購入したのかという情報も取れますので、そこをもとに今後SAP さんのソリューションと組み合わせて、発注の自動化だったりとか在庫ロケーションの、自動化最適化というところも取り組み可能だと思っています。今回 .i のプログラムで、コマースクラウドとのインテグレーションができまして、これから、アップセンターへのリスティングというところも、審査申請するというステージです。あとはミュンヘンの CX ラボの方ともディスカッションさせていただいて、今後一緒にこう新しい小決算作れないかというディスカッション、それから国内の企業様で大手の小殺しのお客様にも今ご提案を一緒に進めさせていただいているというところでございます。
主にこうクイックコマース、プレイストコマースをこれから新規に展開したいと思っていらっしゃる、D2C もしくは消費財メーカーさん、さらには小売さんに対してこういったご提案の機会を今後一緒に推進できればと思っております。どうも、3ヶ月お世話になりました。ありがとうございました。原さん、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、以上4社が東京のスタートアップになります。まあ、あのプレゼンの中でもありましたように、主に SAP の CX コマース、あるいは、クアルトリックス、アナリティクスクラウドといった製品と連携をしてきてますけれども、まあ、このプログラムが終了しても、Go to Market ですね、SAP のお客様への共同での提案というのは引き続き行っていきたいと思います。ピッチセッションありがとうございました。では、バンガロールのスタートアップピッチに移ります。アショク、はい、ハンゴバトゥユ。では、アショクさんお願いします。はい、皆様聞こえますか？はい。アショクと申します。プログラムの担当をしております。今回ですけども、4つの会社をご紹介します。で非常に素晴らしい技術を持った会社様ばかりです。では早速お願いいたします。はい、インドのコートということで今まで関わってまいりました。そしてさまざまなミーティングを重ねてまいりまして、次のステップについても考えてまいりました。そして非常に素晴らしい成果、そして皆様それぞれのエネルギー、非常に情熱を傾けてくださったこと、我々も多くの学びがありました。刺激を受けました。そしてバンゴロールのコホートですけれども、多くのスタートアップ、ほとんどの企業がですね、インドのことを本当によく分かっていて、さまざまなユースケースであったりとか、それから非常にインドに合ったものを考えておられます。そしてインダストリーのことをよく分かっていて、そしてインドの市場のこともよく分かっているということで、まあ、インドのインテリ、このテール、そしてこのインドの重要性についても理解をしてくださっています。そしてこのさまざまなイノベーションということを2回目のミーティングで具体的に話すことができたということも大きな刺激でした。そして何が重要であるのかということの共通の理解があります。そしてまた広報との後半におきましてはいろいろなこの機能についての話をしましたし、それからまたそれに加えてどういったお客様に対してどういったターゲットをするのかということについても十分に話し合いをいたしました。でそれを超えましてまたさらに幅広い領域についての可能性、そしてソリューションがもうこれから実動化できるということ、実用化できるかということについて、そして特にどういったお客様にアプローチをするのかということについての方向性も見定めることができました。そしてこの GoToMarket についても案を練ってまいりました。ということで非常にインドに合ったものということと素晴らしいサービス、そしてマーケットにも重要な受け入れの素地があるということが非常にこれまでも我々としても力強い実感を得ることができるということであります。ということでこのインドのコホートについて簡単にご説明そしてご挨拶をいたしました。ということでこの後はプレゼンをお聞きいただくということで皆様とのこれからのお付き合いそして皆様との関わりもまた継続してお願いできればと思っております。ありがとうございます。マダハブさんの挨拶でした。では早速ですけどもこれからピッチをお願いしていきたいと思っております。ではまず最初のインドの会社ですけどもパーセルパフォームということでまずアルノさんからお願いいたします。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。私の画面を共有したいと思います。少々お待ちいただけますか？はい、見えてますでしょうか？このプログラム、SAP.io ファンドリーに参加をさせていただいたことに感謝申し上げます。SAP と協業させていただくという機会を与えていただいたことに加えて、SAP のこのアップスケールコマースというものと連携することで私たちの商品自体を高みに上げることができたと思います。
まず最初にパーセルパフォームの説明をさせていただきたいと思います。物流データや付加サービスを e コマース企業に提供し、購入後のカスタマーエクスペリエンスを飛躍的に高める手助けをするためのものになっています。e コマースのビジネスがより効率的なビジネスを行われるようにするのです。アメリカやヨーロッパ、アジア、さまざまなお客様に対して、サービスを提供しています。シンガポールにもオフィスがあります。で、こちらにロゴがいくつかありますけれども、グローバルの多くのお客様、ヨーロッパやアメリカ、アジアのお客様にお使いいただいております。そしてロジスティックスのソリューションとの統合もさまざま行っています。SAP の SAP アップスケールコマースとの連携を通じまして、製品の増強をしています。それによってお客様が購入をした後のエクスペリエンスを大幅に改善することができています。購入後のすべての工程において、お客様の体験を高めることを目指しています。なぜこれが重要かといいますと、非常に大きな可能性を秘めているエリアだからです。お客様の顧客障害価値を高めることもできますし、また購入をしようという再購入率を高めることもできます。そしてまたお客様から来る問い合わせの電話というのを減らす、十分な情報を与えることで無駄な電話の数を減らすこともできるようになるわけです。そしてこの購入後エクスペリエンスを再形成するための重要な要素としまして、非常にたくさんのデータを私たちは持っています。600社以上の運送会社分の情報を保有していまして、そのデータといいますのは追跡データになっていまして、注文後に物が届くまでの追跡データというものを管理することができるようになっています。物流に対するもの、質問があればそれに答えることが即時でできます。お客様がお店に来て物を買って、それが手元に届くまで追跡を管理するページを提供し、またメールでの通知も提供することができます。そしてすべての工程において可視化することによって、お客様がのエクスペリエンスを高めることができます。ここでデモをお見せしたいと思います。まず最初に標準なSAP アップスケールコマースとの連携シナリオを説明したいと思います。コーヒーショップです。で、カートでに物が入りました。このウェブでのプラットフォームと連携しているという想定です。ここですね。まずお客様のサービスコックピットにのところを説明します。すべての注文について履歴が表示されます。ロジスティックスのデータ、物流のデータ、配送のデータというものもこのように入っています。UPS での配達になっているということがこちらに表示されています。で、システムの情報というのは即時に更新されますので、お客様はその情報を即時で見ることができます。そしてまた検索をかけて自分のオーダーの状況を確認することができます。今どこにあるのか、配達はいつになるのか、そういったことを確認することができます。で、2つ目の部分ですけれども、ブランデッドラッキングページというのは、ブランド各社の追跡ページになっています。自分が待っている荷物を追跡するときに、こう、荷物が人の手を介して動いていくわけですけれども、その情報を見るときに、OK、この部分ではその各配達業者の情報が分かります。その次がメールの通知になっています。そして通知を見て、いつ配達が行われるかということを確認することができます。で、こちらのシステムでは、通知を出すタイミングについても管理することができます。配送が、荷物が
場所を出た場合、通知が送られるというふうに設定することができます。それによって通知を受ければお客様も自分の荷物がいつ届くか分かりますので、カスタマーエクスペリエンスが上がるわけです。それから最初の購入した時点から最終的に手元に届くまでのエクスペリエンスを高めるのを目指しているソリューションとなります。で、最後に重要なのはデータをしっかりと管理していることです。お客様の購入後の体験に対するデータをすべて備えています。 KPI がありまして、すべてのロジスティックのプロセスに対して設定されています。一つ一つの配送に対して細かい KPI が設定されていて、それをすべて可視化しています。ロジスティックのプロセスで何かがあったらすぐに分かるようになっています。私たちのプラットフォーム側でも SAP の、アップスケールコマース側の方でも何が起きてもすべて可視化するようになっています。その統合シナリオについてなんですけれども、シームレスにアップスケールコマースとの連携をして、データのやり取りをしています。600社ほどの配送会社のデータを持っていると申しましたが、そういったデータを共通のプラットフォーム上で管理しています。そして追跡データを追跡ページ、追跡管理ページで管理して、エンドトゥエンドでお客様の体験というものを改善するためのサービスを提供しています。で、最後となりますけれども、このパーセルパフォームの使用開始というのは非常に簡単になっています。私たちのソリューションをお使いいただきますと、お使いいただくと決めていただきましたら、導入には1週間以下ほどの時間で完了することができます。非常に早く使い始めていただくことができます。それからコーディングというのが必要ありませんので、直感的に使っていただくことができます。ですので SAP アップスケールコマースのプラットフォームに追加して使う非常に素晴らしいソリューションだと思います。ロジスティックスや購入後の体験というのを管理したいと思っているすべてのお客様にお使いいただきたいと思うソリューションです。SAP に対して非常に感謝しています。こういった協業をさせていただく機会をいただきましてありがとうございまして、これからも SAP のお客様にサービス、素晴らしい体験を提供していきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ次のセッションに行きましょう。Thank you, Joke.はい、ありがとうございます。アショックさん、紹介ありがとうございます。スクリーンをお出しいたしますので、一瞬お待ちください。Okay. Can you see my screen? はい、スクリーン見えますでしょうか。はい。Great. Everyone, I started my career by working on Word first. 皆様、こんにちは。これからお話しいたします。サーラについての、この紹介でございます。私の会社ですけれども、CEO ということで、オートメーション、そして返品のこのさまざまな自動化などを行っている企業でございます。さて、今どういった問題があるのか、e コマースが非常に成長している、そしてその中で返品が非常に多いということがあります。ということで、200億ものこの返品があると、そして 30%、例えば60億の製品が倉庫に戻ってくると、でそれに対してのコストが非常に大きいということが分かっています。これまでのシップメントに加えて、e コマースというのは非常に返品も多いということが分かっています。従来よりも返品の率が4倍高いということが分かっておりまして、それが非常に企業側に大きな負担になります。そしてその運用が非常に複雑であって、また適切にこれを品質を管理するということも非常に大きな負担になっています。またコストという問題があります。
これをどうやって解決していくのか、まずプロセスの自動化、そしてオペレーションを賢くしていくということを考えます。まずですね、返品がどのような形で行ってくるのか、なるべくこの自動化する、見える化をしていきたいと思っております。そしてこの入金したもの、返品の商品が良品であるのかどうか、あるいは B 級品であるのかどうか、でこれを適切に仕分けをしていかなければなりません。これが全体の返品のこの倉庫においての流れであります。まずこの荷受けが入庫してきます。そして返品されたものというのをまず荷卸しをしていきまして、そして内容の確認、不良品かどうか、そしてこの全品、伝票との不一致があるのかどうか、それからマーケットプレイスのクレームについての確認と、それからまた再包装、あるいは三梱包、あるいは在庫の引き当て、そしてまたリサイクルということがあります。非常にどのプロセスも時間がかかります。非常に人手がかかる、労働集約型の作業が多いということが今までの問題です。そしてまたローディングのところでですね、この処理が遅れますと返金が遅れてしまうということで、カスタマーサービスが良くないということになります。そして人がこの処理を行っておりまして、そしてまた品質の管理、これも非常に時間がかかるし、また人によってばらつきがあります。高コストであるということも問題となっています。そして何か破損品であれば、またこれをマーケットプレイスのクレームとなりまして、ここまでかなり時間がかかります。コストがかかってしまう。そしてまたこれを確認する作業が非常に複雑であるということもあります。それからリサイクリング、あるいは再梱包、あるいは再び在庫に戻していく、そしてそれを適切に管理をしていくということで、適切なこのプロセスをもっとうまく効率的にしていきたいということになります。ですので一見するとシンプルに見えますが、そうではありません。さて我々が行える仕事たくさんあります。まず荷受けのところですけれども、なるべく自動化していこうということ、そしてここでこの自動化のリターンといったものを導入いたします。そしてまたどれだけの返品があるのかということを今までの履歴に基づいて予測をしていきます。そして品物との照合を行っていきます。それからクオリティの検証のところですけれども、まあ、ここも非常に SAP さんとの技術の融合ということが重要になりまして、そしてまた AI のパワーを使っていろいろな詐欺であったりとか不正であったりとか、それからマーケットプレイスもここもかなり自動化することができます。まあ、動画などを使って、画像認識などを使って、この自動化するということが大きな進化になります。ということで、この SAP の EWM とインテグレーションすることによって、こちらがアプリケーション、そしてそれがこのリターンオートメーションと連携します。でこちらいくつかの写真がありますけれども、ご覧ください。この例えばこの自動的にシステムで読み取りを行います。そして荷受けに、そしてこのまたこれがダメージがあるかどうか、破損があるかどうか、これが商品の破損なのか、あるいは外箱の破損であるのかというところも見極めていきます。でここで簡単なデモがございますので、ご覧ください。こちらのデモにおきましては、どのようにしてタスクを作っていくのか、それからプロセスしていくのか、アップデートを行っていくのかということをデモでご覧ください。SAP のこの EWM のスクリーンでありまして、このタスクを生成していきます。でタスクを生成したもので、ここに次にこれを、このクラークアプリケーションで、これはバーコードスキャナーは必要ありません。でバーコードよりも早くスキャンすることができる。そして写真、商品の写真を撮ります。でこれをコンピューターの画像認識で取り込んでいきます。そして商品の状態を確認します。ここでクオリティチェックを行っておりまして、そしてこれが、まあ、グリーンのシンブルで、これ問題なしと良品ですということが分かりました。でこれをリアルタイムで実行することができます。待つ必要はありません。さてシステムの画面に戻りましょう。ここでジョブが完了したということが分かりますね。で受け取ったもの、アプリケーション、そしてクオリティアセスメントが実行されます。でこれを SAP の EWM のシステムにすぐに取り込まれます。 Now,
list of the tasks, as you can see here. でご覧のようにこのデータ、これはリターンのダッシュボードに取り込まれています。どれだけの返品があるのか、どこまで検品が終わったのか、そしてまだ未処理のものが何件あるのか、そして廃棄物なのか良品なのか、それを確認しております。そしてそれぞれの担当者、リターンの返品の担当者のパフォーマンスなども見て、そして適切に人的な資源の配布などを行っていきます。そしてまた特殊な製品ですね、どこで処理が遅れているのかということが分かります。でこの返品されてきた商品のリスト、すべての必要なデータが集まっております。で何かクレームがあれば、これをまた各部署の方に送っていきます。今後のロードマップでございます。パートナーエッジの登録、2020年第4四半期、そしてまあこれから数週間でまあいい結果が出ると願っております。そして SAP 様とまたさまざまなコラボレーションでさまざまな価値をこれからもさまざまなお客様に提供したいと願っております。そして会社としまして、この返品、またビジネスにとって最も最適なソリューションを提供していくべき、これからも努力をしていきたいと思っております。お客様に対するメリット、例えばこのコストが 60% 下がりますということと、そして最も重要なことはお客様に対して必要な情報のメール化、今この返品の状態がどこで止まっているのか、どうなっているのかということが可視化できます。ビッグバスケット、まあ、これはインドの大手の企業ですね。それからフォシルであったりとか、またプラネットアメリカの企業様、また SFI カナダの企業様、そしてインドの会社、あるいは北米の会社に採用されております。ということで今日はプレゼン以上でございます。何かありましたらぜひコンタクトしてください。皆様、そして SAP 様とこれから数ヶ月、さらにこれからいろいろな仕事ができることを楽しみにしております。ありがとうございました。次のスタートアップに進みたいと思います。原安さん、お願いします。ありがとうございます。皆さん、こんにちは。こんにちは、こんばんはですかね。場所によって挨拶の仕方が違うかと思いますけれども、この機会をいただけたことに感謝いたします。時間がないかもしれないんで、ちょっと早めに進めたいと思います。早すぎたら言ってください。jumper.ai というのはコマースのプラットフォームです。直接お客様とコミュニケーションを取るというのが私たちのやり方です。消費者の行動というのはここ数年で大きく変わってきています。今まで、ソーシャルメディアはそれほど使われていなかったエリアでもソーシャルメディアを使われるようになっていて、物を購入するときにでも使われるようになってきています。ジャンパーというのはこの真ん中にいます。オフラインとオンラインの体験の両方を備えている、その重なる部分にジャンパー AI とがいます。両方の世界の、まあ、最善のシナリオというのは両方のいいとこ取りですけれども、それを行っています。そしてたくさんのお客様にお使いいただいています。サムソン様、ディズニー、皆さんが知ってらっしゃる会社様に使っていただいています。すいませんね、スライド飛ばしすぎてしまったかな。少々お待ちください。はい、それではいくつかケーススタディを紹介したいと思います。こちらはインドの大手ビューティーブランド、また小売りのお客様の例ですけれども、たくさんのチャンネルでのコンタクトポイントを提供しています。プロダクトのディスカバリーというのはそういったチャンネルを通じて行われます。そして 25% ほどのコンバージョンレート、まあ、購入、チャットからの、販売へのコンバージョンレートというものが、達成されています。こういった大きな数字を達成するにはどういったことが背後で行われているんでしょうか。それを説明させていただきます。お
客様の、購買ライフサイクルの中で、さまざまなサービスを提供しています。お客様へのケア、それから、リードの生成、それからフィードバックやサーベイを、実施しています。そしてここで、見て分かるのは Facebook や WhatsApp などそういったもので商品の提供、お客様が実際に使っているもの、そのお客様とアクセスできる場所にこちらからアプローチして情報の提供、コミュニケーションを行っています。サープリンも行うことができますし、自動のチェックアウトボットを利用してそのチャンネル内でのお客様購入を促すことができます。またライブチャットがありまして、ブランドのアドバイザー、御社のブランドアドバイザーがライブチャット内でお客様のために注文を完了することも可能になっています。そして次ですけれども、 WhatsApp の観点から見てみましょう。コマースと言いますと、オフラインで行うというふうに考える、オンラインとの正反対のところにあると思うんですけれども、私たちの提供するサービスというのはオンラインとオフラインの間に両方のいいところを取ったハイブリッドのモデルになります。その文脈に沿ったコマースを提供しています。でこれからお見せしますのは簡単なデモになります。そのアシスタント付きの購買です。お客様がウェブサイトに来てビューティーアドバイザーと話したいとなったときクリックします。そうするとお客様のサポートのメンバーが対応します。 BA などコンサルタントが対応します。そして会話が始まると見て分かりますようにお客様の問い合わせに対してリアルタイムで対応します。そしてアサインされたエージェントが対応して会話をお客さんとお客様と続けます。お客様の詳細もこちらで確認することができます。そしてお客様が興味のある商品についての話をして、そして購入するのでしたらエンドトゥエンドでサポートすることができます。例えばブランドアドバイザーが必要であればクリックすることによって商品の詳細というものを共有してもらうことができます。例えば SAP コマースクラウドの情報と連携してこういったものを表示することができます。そして商品詳細というものをこのように共有したらお客様が興味のあるものをこのようにクリックして選ぶことができます。でそれと同様にアクションの面ではオーダーをこちらで作ることができます。カートに品物を追加すると割引コードを生成することができ、自動的にそのクーポンが割り当てられます。そして再計算され配送料と加えていくらになるかということを自動的に表示します。そしてそれをチャット内で見ることができます。でお客様にその値段情報商品内容というものが送られます。購入までのすべての工程というのをアシストして終えることができます。でお客様がこちらをクリックすることによって支払いも完了することができるようになります。 WhatsApp 内で完了することができました。このアーキテクチャの面での話をさせていきますと、すべてのチャンネルが一つのプラットフォーム上で完結しています。支払いにおいてもリテールとのエコシステムもすべて一緒になっています。そして SNS、Facebook やメッセンジャー、 AI メッセージや Instagram、Twitter、 そういったものからの情報を取り込んで情報管理することができます。それからまた自動化されたチェックアウトボットもあります。また分析レポートなども
活用していただくことができます。支払いが統合されているため、e コマースのプラットフォーム、SAP コマースクラウド、CRM など、そういったものと連携してお使いいただくこともできます。このツールをお使いいただくことによって、一つのプラットフォーム上でお客様のエクスペリエンスを飛躍的に改善するサービスというものが提供できるようになります。その SNS との連携というところが非常に強いところになります。ジャンパーは SAP のコマースクラウドとマーケット SAP マーケティングクラウドとの連携をしています。商品データですとか在庫ですとかそういったものの情報を連携しています。またソーシャルチャンネルから来ているデータに対しての管理も連携で行っています。そして、私たちの商品というのは非常に優れており、主要な e コマースソリューションとの統合もされています。ジャンパーはすでに在庫管理やダッシュボード管理を行っています。そして在庫管理の機能を強化するために SAP との協業を強めています。こちらまとめになりますけれども、これまで達成したことは、パートナーエッジの登録はすでに済んでいます。それから SAP コマースとの統合も済んでいます。通知を受けたばっかりなんですけれども、相手のチームから。今、SAP App Store にもすぐにもう乗るということを聞きました。で、残るは市場参入の戦略を SAP と作って進めていくことです。何か質問がありましたら、こちらに連絡先ありますので連絡ください。ご清聴いただきありがとうございました。ありがとうございます。ハリさん、いらっしゃいますか？はい、おります。はい。はい、皆様こんにちは。 SAP の皆様に感謝申し上げます。素晴らしいオーディエンスの皆様にお話をできる機会がありますことを嬉しく思っております。ローブミーについての会社の紹介からですけれども、ロジスティックスの見える化のソリューションを提供しております。具体的には提供しているものはシームレスな見える化、全体のサプライチェーンにおいてこの製造組織についての提供をしております。これが原材料のサプライチェーン、そして工場、そしてまたそこで製造が行われている拠点も含めて、またこの進捗上のもの、そして各製造拠点をつないでいる、そしてまたアウトバウンドの完成品、これが消費者に届けられるまでをつないでています。我々はですね、非常にこの重要なミッションがあります。これまで会社が持っていたこの見える化の問題を解決するという大きな我々の考え方があります。で、例えばですね、いくつかのデータを見ていきましょう。エンタープライズでこの実際のシップメントがどこにあるのかということで、例えば GPS があればいいんですけども、十分な追跡ができていないという問題があります。そしてまた電話であったりとか、E メールであったりとか、SMS であったりとか、いろいろなアプリを使って、この自分の荷物がどこにあるのかということを追跡しようとしています。そして、この我々のチャンスといいますのが、ここにはあるんですね。この人々の 80% の方々が、エンドトゥエンドのドアトゥドアのこのメール化を求めているということが分かっています。それから資産がどうなっているのかということを知りたいというニーズが非常に強いということが分かっています。ということで、シームレスなこのサプライチェーンのメール化ができると、オーダーが今どうなっているのかということをエンタープライズに提供する、あるいはオーダートゥキャッシュのサイクルを早くしていく、短くしていく、あるいはそのオペレーションについてのリスクを下げるということが重要である、財務リスクを下げていくということも重要であるということが分かっています。そしてお客様がこの信頼を置くことができるということを支援していきたいと思っております。我々シリコンバレーに拠点を持っておりまして、非常にブレンドしている製品があります。まずセンサーですね、組み合わせ。
このセンサーというのはどこに置くかというと、製品あるいはコンテナ、出荷物、梱包物、ここにつけることができる。これで動くものを追跡します。2つ目にはセンサーのこのデータ、それをプラットフォームに取り込みます。そしてそれによってこのデータの可視化ができます。3つ目に提供していきますのが、いろいろなプロフェッショナルサービスでございます。これによって何か問題があればすぐに解決することができる、あるいはこのサプライチェーンのパフォーマンスを引き上げるためのお手伝いをしておりますし、またコンプライアンスのこの対策なども提供しております。ということで、このマルチモデルシップメントモニタリング、例えば中国で製造してそれをアメリカのお客様に送るエンドトゥエンドのビジビリティを求めています。例えば現在の新型コロナですけれども、まあ、このいろいろな医薬品であったりとか、それから、まあ、今後出てくるワクチンですね、これを適切な温度で管理していくということで、それがリアルタイムでこの温度の管理がちゃんとできているかどうかを確認しなければなりません。それから CPG 消費財のメーカーですけれども、この例えばチョコレートであったりとか、そういった製品というのは非常に鮮度管理がこの非常に厳密にできなければなりません。あるいは家電のこの破損の状態などがあるかどうかということで、まあ、デジタルロックなどでこのコンテナが誰かに勝手に開けられないということを確保したいわけです。それから倉庫におけるあるいは在庫の状態の監視だったりとか、それから何か返品するもの、リターンするもの、こういったものを、例えばワクチンが出荷されまして、それを病院が受け取って、またそこに入っていた箱というのをまた元々の発送人に戻していくということを管理しなければなりません。様々なお客様でこれまで導入されてまいりました。例えば特に CPG が我々 の得意にしているところであります。例えばダイソンであったりとか、ユニレバーであったりとか、ブリティッシュアメリカンタバコ、そしてまた医薬品であったりとか家電、そしてさまざまなメーカー様に導入されています。我々のプラットフォームで主に特徴が2つあります。まず1つがオペレーションエクセレンス、まあ、これはですね、それぞれの、この製品のパフォーマンスがどうなっているのか、倉庫から倉庫に、あるいはヤードからヤード、あるいはディストリビューションロケーションから移動している場合の状態監視で、この適切な方向に今適切な形で移動しているのかどうか、輸送されているのかどうか、非常に高額製品であれば安全に運ばれているかどうかということを見たいわけです。それから戦略的な分析機能も提供しております。例えばサプライチェーンのパフォーマンスが今どうなっているのか、特定の宅配所業者、あるいはどこの事業者にこの委託するのが一番良いのかどうか、どこでこのルートを変えたらいいのかということで、それぞれのこの分析を行って最適化を図ることができます。これが典型的な我々のこの3つのレイヤーでありまして、 IoT とセンサーですね、その上にサプライチェーンが、そしてまたビジネス側の BI のレイヤーがあります。さまざまなアプリケーション群、そしてこのシップメントであったりとか、お客様で、お客様側で、また何か破損があればですね、それを告してきます。でそれらがプラットフォーム上にありまして、それが AI を使って、あるいはさまざまな、このスワーム AI といったもので予測をします。またお客様に対してさまざまなアドバイスをいたします。より良い意思決定を支援しています、サプライチェーンに関しまして。でそれらがコントロールタワーということで24時間7か、それが、このフロントラインのエクスパートということで、さまざまなこのワクチンであったりとか、チョコレートであったりとか、そういった非常に保冷の、製品ですね、適切なこの、超低温がしっかりと維持されているかどうか、そして逸脱があるかどうかということをすぐに分からなければなりません。センサーについてお話しいたしましたし、そしてセンサーがどのようにしてこのアクティブなコミュニケーションをリアルタイムで行うことができるのかどうか、 GPS、 モバイルタワー、インフラ、 GSM、 Bluetooth に対応しています。それから Wi-Fi ですとか、それからローラであったりとか、さまざまなネットワークとの更新ができます。それからデータがビジネビリティプラットフォームの方に入ってきます。ここでこの何サプライチェーンが今どういう状態なのかということを状態監視します。これをオンデマンドビジネスモデルで提供していきます。センサーを介す必要はありません。
また既存のセンサーの情報、あるいは GPS の情報をですね、プロバイダーと組み込むことができる。皆様の既存の投資を無駄にもしません。それからオンデマンドのビジネスモデル、そして我々のスワーム AI といったものを利用することができます。コントロールタワー。これは実際に分かったことをですね、アクションに起こすことができる。データをアクショナブルなものにしていきます。さて、プラットフォームについて見ていきましょう。センサーデータ。これはいろいろなデータソースがありますね。ローム B、あるいは GPS、GSM、Bluetooth などの情報。あるいはセンサーの例えば温度であったりとか湿度であったりとか天候であったりとか、その出荷の状態のこの空気。あるいはプラットフォーム上に入ってくる API を使ったもので、それをまた SAP にプッシュしていく、あるいは SAP からデータをプルしてきてグループを作る、いろいろなアプリケーションのために利用することができます。ではここからはですね、短い動画を見ていただきます。我々がどのように一緒に作業してきたのかということでご覧ください。簡単なデモです。 SAP が IoT とどのようにインテグレートしているのか、 IoT データがビジネスにどういった形で お手伝いできているのか。で、今見ているスクリーン、これは新たなフロントエンドであります。で、これはですね、 IoT データがどのようにビジネスのバリューをもたらすのか見ていきます。まずパーチャスリクイジション、これは PO ですね。このリクイジションから PO を作って PO で例えば500ドル、この次のステップに行きます。これがインバウンドデリバリーです。サプライヤーが PO を受け取ったら製造、そしてシップリクエストというものが入ってきます。これが ASN、 アドバンスシッピングノーティフィケーション。ここには BIB のナンバーが付与されています。サプライヤーはこのプロセスに準拠していきます。 SOP、IOP のソリューションというのがリアルタイムのシッピングの情報を IoT デバイスから取り込むことができる。そしてまたサプライヤーがこのバーコードをスキャンしていきます。 IoT デバイスからスキャンをして、この番号と ASM を付け合わせをします。で、そこができたら SAP HANA の方に IoT データが入ってき、そしてトレースエンドトラッキングができます。そしてフィールのレポート、グローバルトラッキングがアクティブになっています。それからこの世界全体にこれを提供することができるグローバルリーチを持っております。で、このシップメント、これが国内なのか海外なのか。で、インド、そしてこのブルーのサークルをクリックしてください。両方の発送品で、このトラックをクリックすると追加の情報が入ってきます。メインメニューに戻ります。左側にはいくつかの出荷リストが載っております。で、このトラックが今どこにいるのかが分かる。それから2つのタブですでに遅れているものが分かる。それがオンタイムかどうかも分かります。デジタルボードルームに戻りましょう。 SAP はさまざまなツールを提供し、 IoT のデータからの分析機能を提供します。特定の期間のシップメントの合計数、そしてどのアイテムが今動いているのか、これは一部の分割の出荷であったり、あるいは特定の地域、そしてこれがオンタイムの遵守率がどれだけあるのかということで、 ACP インテグレーションについての簡単なデモでした。このデモをご覧いただきました。我々のローム B の IoT のデータ、そしてこのビジネスのお手伝いができるというところを簡単に見ていただきました。ここからいくつかケーススタディを見ていきましょう。まず最初はモンデレーズインターナショナル、大手のチョコレートメーカーさんです。ローム B のセンサーを使っていただいておりまして、この製品のチョコレートの鮮度管理、さまざまな運送手段があります。ここでの我々の価値提案というのは、センサーがリアルタイムの温度の情報を取り込みます。このでチョコレートメーカーですけれども、何かこの温度が逸脱しているかどうかをすぐに察知して、そして製品が腐ってしまう前に適切に管理を戻すことができます。それからもう一つの事例はコカ・コーラ様、
こちらはシップメントが、この工場に入ってくるもの、原材料ですね。コカ・コーラ製品の原材料、例えばフレーバーの、このサプライヤーから入ってくるさまざまな原材料で、ロムビーのテクノロジーを使っていただくことによって、コカ・コーラさんは到着の予測時間が分かります。工場にいつ入ってくるのか、それを知ることによって製造工程を管理することができます。特にコカ・コーラさんにおきましてはですね、この必要なこの運転資金を適切に抑えることができます。そして在庫水準を下げることができます。これはですね、このサプライチェーンが予測ができるということで、過剰な在庫を持つことがなくなりました。ロームビーのデバイスというのが SAP のウェブサイトで認定されております。それからまたパートナー一に参加しております。そしてシームレスに SAP とインテグレート、まあ、SAP からのデータを持ってくる、あるいは IoT データを SAP に持ってくるということをよりリッチにすることができております。で、我々 SAP アップセンターに今登録の申請中でありまして、多くのお客様にさらにこの IoT のビジビリティを提供するべき、これからも努力していきたいと思っております。 Thank you, Hari. Thank you. ありがとうございました。最後のプレゼンターなんですけれども、本日は事情があって参加できなくなりましたので、これで全てのピッチを終了とします。ありがとうございます。皆様ありがとうございました。すべてのスタートアップのピッチが終わりました。皆さんどうもありがとうございます。東京都バンガロールの皆様、これまでの取り組み一緒にできて非常に光栄です。このような成果を生み出すことができて非常に誇らしく思います。まだこれから一緒にやっていくべきことというのは残っていますし、またアップセンターへの記載、への登録など残っていますけれども、これからも継続的に協業を続けていきたいと思います。 SAP のエコシステムの一員として一緒に協業していけることを楽しみにしています。この度は、ここまでたどり着けたことをお祝い申し上げたいと思います。次のコホートプログラムの紹介をして終わりにしたいと思います。じゃあ次のステップですけれども、2021年のバンガロールのコホートを予定しています。また細かい詳細につきましては別途情報を提供させていただきますけれど、今ある情報としますと今ここに載っている情報になります。それでは東京の方のコホートの情報を大山さんお願いします。リタ、ありがとうございます。のプログラムになりますが、インテリジェントエンタープライズというテーマで、まあ、幅広く企業、SAP のお客様のエンドトゥエンドのプロセスを、まあ、SAP がカバーするわけですけれども、まあ、そういう SAP と一緒に協業したい B2B のスタートアップを幅広く募集します。まあ、特に業界を絞ったり、まあ、特定の一部の製品に絞ったりということはせず、こういった幅広いテーマで次回は実施したいというふうに考えております。次のページお願いします。はい、スケジュール右上のタイムラインをご覧いただきたいんですけれども、プログラムの開始は来年の3月、終了は6月を予定します。すでにもう募集は始まっていますので、ぜひというスタートアップの皆さん、あるいは、まあ、そういうスタートアップをご存知の、皆様、ご紹介いただければ幸いです。次回もご期待ください。OK. Lalita, can you close your final message, please? Lalita さん、それではクロージングのメッセージをお願いします。ありがとうございます。皆様、ありがとうございます。バンガロールの詳細についても、後ほど提供したいと思います。皆さん、パネリストの皆様、ビデオをつけていただけますか？皆さんの顔を最後に見せていただきたいと思います。本日は皆様ご参加いただき、スタートアップのデモやピッチを聞いてくださいましてありがとうございました。皆様のご参加に感謝申し上げます。
ラリタチームの皆さん、ありがとうございました。デモもプレゼンも素晴らしかったです。スタートアップとこれからも協業を続けていきたいと思います。そうですね、ラビさん。もちろん続けていきましょう。五十嵐さん、写真、スクリーンショット撮りましたか？はい、撮りました。参加者、みんなの写真を撮りましょう。はい、そう。Take a picture. So, three, two, one. Okay. はい、撮りました。ありがとうございます。Thank you. ありがとうございます。Thank you. Thank you very much. Thanks for the time. Thank you very much. Have a good evening. 皆様、本日はありがとうございました。場所によっては違いますけれども、良い一日をまた。お過ごしください。ありがとうございました。ありがとうございました。お世話になりました。ありがとうございました。江口さん。ありがとうございました。失礼いたします。